テトリス、星4。8ビット音楽の使い方とドットアニメやレトロゲーム風の映像の差し込み方がディモールとベネすぎてアンコをちびりました。多分ホットラインマイアミが好きなんだろうなというセンスの良さや監督のゲーム文化の歴史の表現がお上手すぎて引く。この監督絶対レトロゲームからガチオタクのゲーマーなのぜ。この映画は古参ゲーマーだったなら絶対見た方がいいのぜ。あんこちびっちゃうくらい面白いのぜ。あらすじは北朝鮮みたいな国からテトリスの版権を手に入れる話なのだが、相手が北朝鮮みたいな国なので映画になるくらい厄介。途中出てくるファミコンが大ヒットした後の任天堂の会社の社内デザインだったり、あれ本物の山内元社長何やってるんですかといった感じのマジモンの山内さんが出てくるし、根源されなかったが隣に宮本茂みたいな人も出てきて、そんなに細かいところまで作らなくても一部のマニアしかほっこりしないからといった細部に対するこだわりがすごい。昔の格言でトイレがちゃんとできてるゲームはゲームの品質が高いという感じの細部にまでしっかり作り込まれているのぜ。それとこの任天堂の創業者の喋り方といい態度といい見た目といいグリソツすぎるのぜ。興奮しすぎてあんこちびっちゃったのぜ。共産主義のヤバいところは自分が作ったオリジナルの制作物ですら国家が勝手に取り上げて、それを私的に利用して賄賂を要求したりするクズが管理者としてうま味真摯な場所にいるところや、お前ら共産主義なんだろ、じゃあそんなに版権でダメるのは共産主義とは言えないんじゃないかといった確信に対して、共産主義の党員が共産主義なんかクソくらいだというシーンは皮肉が効いててべね。任天堂は絶対賄賂なんか渡さないというセリフもよくわかっているので、版権に対するたらい回し感がさすがソ連といった感じだし、助けようと接近した人族は全員スパイだと思った方が良いといった部分や、共産主義では誰もがスパイだと疑えといった部分も大変よくできている。ただしこれは史実に基づいたフィクションなのぜ。主人公の人族はブラックオニキスで大ヒットを飛ばしてからのテトリスだから、映画の冒頭シーンから史実とは違うし、版権のたらい回し感だったりカーチェイスだったりスパイのシーンとか脚色の可能性が濃厚なのぜ。今のロシアに対する西側の反感だったり、共産主義に対する民主主義にどっぷり使った思考回路の人族が共感を得られるように作ってあるので、見ててスカッとするわけです。